社会問題になっている過疎。2023年現在、全国1718の市町村のうち、5割を超える885の市町村が過疎市町村とされています。このうち道の駅を設置している自治体は、532、783の道の駅が関連します。2022年には北海道の阿諸湖やフォーレスト276、大滝が廃止になったのが記憶に新しいところで、道の駅を取り巻く環境は年々厳しいものになっています。今回は65歳以上が5割を超える、いわゆる限界自治体で、加えて2040年までに20歳から39歳の女性が大幅に減少すると予想される。消滅可能性自治体の中から、道の駅廃止危険度の高い自治体を紹介していきます。3つの個性的な道の駅を持つ大和町は、2005年に当時の矢部町、清和村、蘇葉町が合併してできました。清和文楽村は、熊本県内で唯一、人形浄瑠璃が鑑賞できる施設を併設していて、農村芸能として保存会も設けられています。現在、清和文楽の里協会が施設の管理運営を行っていますが、施設も30年近く使用されていて、修繕しながら利用が続きます。ジビエなど好調な要素はありますが、今後大規模な改修や働き手不足になった場合の対応ができるかが課題です。通潤橋は、農業用水を通すために江戸時代に作られた石造アーチ水路橋で、橋の途中から放水することで知られ、観光名所にもなっています。2023年には国宝にも指定されています。道の駅はこちらに隣接していますが、2024年2月の九州中央自動車道延伸に伴い、国道218号に面した場所に道の駅も移転します。新しい指定管理者はジャパックスという関西の企業。どのような運営を行うのか気になるところです。そよ風パークは最も新しい2012年に登録されましたが、施設は旧蘇葉町時代の1996年にオープン。広大な敷地内に宿泊施設やレストランなども備えたリゾート拠点となっていました。しかし2020年に運営会社だった第三セクターのそよ風遊学協会が経営破綻、しばらく休業を余儀なくされた後、2021年に東京のエネルギープロダクトという企業が新たな指定管理者になっています。一見するとどれも魅力的な道の駅ですが、地域外からの観光流入に頼らざるを得ない実情が垣間見えます。また運営を外部に頼らなければならない地域内のリソース不足もあります。さらに九州中央自動車道が全通した場合、町内をスルーされるリスクは高く、どこまで施設を維持して雇用も確保できるかは不透明な状況です。能登半島にある能登町は、2005年に能登町、柳田村、内浦町が合併してできた自治体で、桜峠は旧柳田村が整備しました。桜峠は石川県が整備していた道路脇の休憩スペースのポケットパークに併設する形で1996年に整備された施設で、わずかな売り場スペースがあるだけの小さな道の駅でしたが、2016年に増築。ただそれでも手狭であることには変わりなく、観光的な目玉も乏しい上に、地域住民の普段使いの要素も薄いことから、企業が運営を担う可能性は少なく、引き受け先がなくなると休業に追い込まれる可能性は極めて高い施設です。町内の森林率が実に9割を超える。森に囲まれた大樹町、2005年に大宮町、紀勢町、大内山村が合併してできた自治体で、町内には世界遺産の熊野古道があります。奥遺跡つつき館は1997年に登録。天照大神を祀った滝の原宮に隣接していて、林業の町らしく様々な木製品も並んでいます。国道42号に面しているので交通量もそれなりにありますが、紀勢自動車道が開通したことで交通の動線が変化して、東紀州や南紀に向かう車の流入が見込めなくなっている現状もあります。こちらも観光客頼みの状況なのと、
町の財政力を示す指数も 0.18 と余裕はあまりなく、老朽化してきた施設の改修が可能なのか悩ましいところです。青森県の西側、日本海に面した深浦町は世界遺産白神山地も持つ自然豊かな場所です。深浦は2002年に登録された道の駅で、名物のイカ焼きなど海産物が豊富な印象があります。ただ年間の入り込み客数は年々減少していて、2021年で年間10万人をわずかに超える程度まで落ち込んでいます。すぐに影響を受けることはなさそうですが、漁業の担い手不足が顕著になると一気に地域の衰退が加速する可能性があります。財政力指数が 0.17 と低水準なのも気がかりです。下仁田ネギ、下仁田こんにゃくと全国に知られるブランドを持っている下仁田町ですが、1980年から過疎地域に指定されています。下仁田は2003年に登録、交通量も今回紹介する自治体で唯一基準値の1を上回る数値があります。さらに2016年には国土交通省が取り組みを支援する重点道の駅に地域福祉を目的として選定されました。ただ2040年時点の若年女性人口変化率予想マイナス 70.2% が気になる数値です。下仁田ネギはこの土地でしか育たないとされているので、担い手不足でブランドが消えてしまう心配もあります。西和賀町は秋田県との県境に位置する山あいの町で、鉄道の駅に温泉のあるホット湯田駅のある自治体として知られています。錦秋湖は2000年オープン、国道107号に面していますが、近年たびたび土砂災害による長期通行止めが発生して休業を余儀なくされてきました。秋田自動車道が並走しているので立ち寄り客が一層減ってしまった印象です。町の中心部に移転して地域振興施設の機能に変更していくのも一つの再生方法ですが、財政力指数が 0.15 と低いので新設も難しく、どこまで施設を維持できるかが存続の分かれ目でしょう。外ヶ浜町は津軽半島北部に位置する分割合併した自治体で、旧民間屋村と平館村に道の駅があります。民間屋は津軽半島最北端の龍飛崎に近く、青函トンネル記念館を併設しています。青函トンネルまで降りられるケーブルカーがあるなど唯一無二の体験ができますが、それ以外の要素はなく、仮に記念館が老朽化で閉鎖されると道の駅としての機能も失うリスクをはらんでいます。さらに冬季は閉鎖されることから、町も積極的に施設活用を行う可能性は薄く、秘境道の駅になってしまう恐れもあります。平館はキャンプ場やコテージがあるなど青森市内などからのレジャーの行き先になりそうな施設は併設されていますが、民間や同様冬季閉鎖の道の駅で住民の普段使いなどは想定されていません。こちらもコテージが老朽化するなどした場合、改築する余裕はなさそうで、道の駅の意味をなさない場所になってしまう可能性は大いにあります。鴨江内村は積丹半島にある海沿いの自治体です。海岸線ギリギリまで急峻な地形が続き、漁港が点々とあります。オスコイ鴨江内は1995年に登録、2004年に台風の被害を受け2010年まで休業していました。この時場所を移転して新規で建て替えを行って再開しましたが、ここまで人口が減少するとは想定していなかったのではないでしょうか。現在800人を下回ってしまい、過去のシミュレーションを上回る速度で人口減少が続いています。北海道で最も人口の少ないオトイネップ村と比較しても高齢化率が高いのが心配です。今度はどこがランクインするんでしょうか。また能登半島ですね。珠洲市は能登半島の突端にあって、人口は1955年をピークに減少の一途をたどっています。珠洲塩田村は2005年登録、日本で唯一揚げ浜式の塩作り体験ができ、資料館も併設されています。オンリーワンな施設ではありますが、技能の継承も含めた維持が求められるため、
現在の形のまま継続できるか不透明です。特に海側の施設は傷むのも早く、改修を加えながらどこまで維持できるかが焦点になりそうです。のろしは、2010年に登録、幻の大豆とも呼ばれる大浜大豆を使った豆腐など、後世に残したい食文化もあります。六甲崎灯台も近くにあって、観光の拠点にもなっています。SNS なども使って積極的に発信しているのも昨今の道の駅らしいです。あとは施設老朽化との戦いになると思われます。鈴なりは2010年に登録。3つの中では最も町の中心に位置しています。およそ危険な匂いはあまり感じませんが、移住定住の施策が順調ではあるものの、若年女性の転出数が想定を上回っているようなので、そのあたりが課題になってくると思われます。続いては四国の自治体がランクインしました。3つの道の駅のある那賀町は徳島県の南部に位置する清流那賀川が町の中心を流れる自治体です。わしの里は四国88カ所の一つ、他流寺に向かうロープウェイの駅に併設する形で1995年に登録されました。それだけにお遍路さんでにぎわっていて、道の駅に立ち寄るのを目的に訪れる人は限られています。機能はいわゆる観光地のお土産売り場という感じで、地域振興を目的とした道の駅の姿とは少し違うようです。ただ併設のホテルが閉鎖されるなど、じわじわと影響は出てきているようです。和食は1998年に登録、直売所とレストランだけのシンプルな道の駅ですが、2021年にリニューアル、飲食コーナーが広がりました。3つの中では一番道の駅らしいですが、このタイプが一番人口減少の煽りを受けるタイプだけに、リニューアルは町外からの観光客の流入を意識してのことだと思います。どう効果が出たのか気になるところです。もみじ川温泉は宿泊施設が道の駅になった場所で、2000年に登録されました。売店やレストランはありますが、宿泊施設のそれという感じで地域振興施設というイメージではありません。温泉施設がすぐに閉鎖になることはなさそうですが、仮に運営が立ち行かなくなった場合には、一緒に道の駅としての機能も失ってしまう可能性はあります。室戸市は高知県の東部に位置する自治体です。キラメッセ室戸は室戸岬に向かう国道55号沿いに1996年に誕生、クジラ館という博物館も併設しています。直売所は昔ながらの雰囲気を残す活気ある場所ですが、労働力率は 47.6% と県内ワースト2位、財政力指数も県内の市の中で最低の 0.22 と厳しいものになっています。高知でも四万十方面がうまくブランド化しているのに対して、やや乗り遅れた印象は否めない感じにはなっています。上北山村は奈良県中部に位置する自治体です。吉野寺上北山は1993年の第1回登録駅の一つ、森林率 97% という山に囲まれた地域で、国道沿いの唯一の休憩地としてなんとか機能しています。ただこれまであったレストランは撤退、コンビニのわずかな食べ物程度しか買えないので、観光目的では厳しい状況です。そのため地元の方向けの商品が中心で、この領域で営業していくしか存続は厳しい状況です。安芸太田町は広島県の北部に位置する自治体です。ライムと河内は1995年に登録、場所も戸河内インター出てすぐという好立地で、当時としてはハイカラなガラス張りの建物が印象的でした。現在建て替えを含めた再整備が計画されていて議論が進められていますが、年齢注意数は広島県で最も高い 66.2 歳、財政力指数は広島県最下位の 0.2 なので、先陣を切って動いている地域商社が立ち行かなくなると厳しい状況に追い込まれる恐れがあります。松前町は渡島半島にある、かつて松前藩の置かれた町です。北前船松前は2009年に登録、本マグロの水揚げなど漁業が盛んで、レストランやショップの主力は海鮮、海を見下ろすテラスがあるなど洒落ていて、周囲には松前城など観光資源もあり、心配なさそうな気がします。ただ
高速道路も延伸されていないので、函館から2時間近くかかる距離もネックです。さらに若年女性変化率がマイナス 70% と予想されていて、次世代の人口の確保が急務になっています。夕張市は道央に位置する財政破綻した自治体として記憶に新しい市です。夕張メロードは2011年登録、比較的新しい印象ですが、実態は JA のスーパーの一角に機能を置いただけで、実質目新しさはありません。かつて炭鉱の町として栄え、メロン栽培でも有名になった夕張ですが、見る影もなく衰退が続き、道の駅に申請したのも道の駅ブランドにすがった結果なのかもしれません。 JA がなくなることはないかもしれませんが、道の駅としては有名無実化していきそうです。宇多市内市は道央に位置する全国で最も人口の少ない市とされています。宇多市内チロルの湯は1998年登録、こちらもかつて炭鉱の町として栄えていましたが、閉山とともに人口は減少し、2007年に市の財政悪化を理由に指定管理者制度に移行しました。しかし2019年にはその会社も撤退。現在ショップや飲食などの機能はありません。温泉施設は道の駅とは別扱いになっていて、道の駅ではないと張り紙がしてあります。もはや廃止は避けて通れないかもしれません。神山町は徳島県の中央部に位置する山あいの自治体です。温泉の里神山は2001年に登録、特産のすだちは県内の生産量のおよそ4分の1を占めています。光ファイバーによる通信網の整備で企業などのサテライトオフィスを誘致しているほか、神山丸ごと高専も開校、積極的に若年世代の流入を図っています。こうした取り組みで地域に活気を生み出そうとしていますが、そのまま人口を維持できるかどうかは依然不透明ではあります。周防大島町は山口県の八代島にある自治体で、大島大橋で本州と結ばれています。サザン瀬戸東和は1996年に登録、瀬戸内の穏やかな気候でみかんや魚介類なども豊富です。観光資源も豊富で、一見すると大きな影響はなさそうですが、労働力率は5割を切っており、若年世代の移住定住などの促進が必須になってきていますが、今回紹介する中で最も人口密度が高く、容易に促進できない島特有の地形的事情もありそうです。今別町は津軽半島の北部に位置する自治体です。今別は1997年登録、 JR 津軽線津軽二俣駅に隣接して作られました。その後、北海道新幹線の奥津軽今別駅の開業に合わせてリニューアルされ、目立つ色合いが異彩を放っています。一見すると津軽半島北部の観光の拠点になりそうですが、2021年の1日の平均乗降者数40人と新幹線の恩恵を受けているとは言い難い数字になっています。平均注意数が青森県内でも最も高い 67.6 歳と高齢化の波も押し寄せています。川上村は奈良県の中部に位置する面積の 95% を森林が占める自治体です。杉の湯川上は1993年の第1回登録で道の駅になった歴史ある場所で、その名の通り温泉のある宿泊施設に隣接した道の駅です。どちらも同じ指定管理者が運営しています。村役場にも隣接しているので、いわば町の中心にある場所ですが、集落が点在していて拡張性も望めないことから、今後もこの形を維持するしかなさそうです。資金の着服の温床になってしまったこともあり、施設の形骸化が危惧されます。大豊町は高知県の北部に位置する山間地です。大杉は1993年の第1回登録、樹齢3000年と言われる杉の大杉の近くにあります。ただ駐車場も狭く、拡張を見越した移転も視野に入れたいところですが、観光で高知を訪れる方の多くは高知自動車道を利用するので、現実的には難しい現状があります。道の駅黎明期に整備された場所は、ここに限らず改修や移転などの選択を迫られていますが、体力のない場所が取り残される危険もはらんでいます。三重村は奈良県の東部、三重県との県境に位置する自治体です。伊勢本街道三重は、
奈良方面から伊勢神宮に参拝する古くからの街道筋にあります。道の駅には2004年に登録、温泉施設が併設されていますが、実は近年道の駅の入浴施設は利用者の減少、燃料費の高騰などの煽りを受け、施設の維持が難しくなってきている場所が増えています。温泉のある道の駅は訪問する側から見ると魅力的ですが、経営の足を引っ張りかねない諸刃の剣でもあるので注視したい要素です。続いては意外にも関東地方の自治体がランクインしました。群馬県神流町です。万場の里は2000年に登録、旧万場町にあったことからその名前がついています。神流川に面して建っていて、2020年にはリニューアルで川を見下ろすテラスも設けられました。新しくしたなら心配ないのではと思いますが、65歳以上が6割を超え、道の駅が綺麗でも売る商品がなくなっていくという悪循環に陥る恐れがあります。こういったケースは全国どこの道の駅でも起きうる話になってきています。今回最も危険な数値を出したのが南牧村です。65歳以上の人口比率はなんと全国トップ、今後も減り続けると予想されています。オアシス南牧は2011年に登録、谷間の敷地を利用して作られた道の駅は地元の生産者が作る家庭の味を売りにしてきましたが、担い手も徐々に減り高齢化も進んでいます。2020年の人口中位数は 71.9 歳、目立った産業もないので若年人口が増えず、村の小中学校もついに統合して9年制の学校になるようです。地域住民のための拠点として機能を維持する可能性はありますが、それだけでは大きな発展は望めないため、このまま高齢化が進むと母ちゃんの味ごと失いかねない危険な状態です。いかがだったでしょうか。今回紹介したところを見てみると、人口集中地域から遠い、一次産業が主軸で目立った産業がない、土地の拡張性に乏しい中山間地域など傾向が見て取れます。オープン当初は働き盛りだった世代がそのまま高齢化した地域も少なくなく、仮にいい指定管理者が見つかったとしても肝心の地域の商品が供給できない悪循環も想定されます。地域の背景を知ってから訪問するとまた見え方も変わってきます。訪問する側も道の駅を応援するあり方が必要な時代になった気がします。